こんにちは、ドクターネックスです。グルーバードでいきましょう。今日はね、グルーバードポチって押しちゃったんだよね。もらったのは、星4以上確定ガチャチケットでした。で、今回、死神キラーの近接。というわけで、一応でしょ。大越でしょ。して、アイゼンで。で、大越とアイゼンに、大越はフル海岸しちゃいましたからね。体力最大値が、これを弱体耐性、毎週さ、もうほんと毎回言ってる、毎週ね、変更するのきつい。弱体だから、俺が思うにここは変更しといた方が楽だと思う。うん、すげえ溜まってる。いやいや、溜まってる。まあ溜めたんだけど頑張ったじゃん俺。でここは何もつけてない。そう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 、15に15にしたんだけど、つけてなかったんだけど、こう弱体短縮、これで弱体と通常とかないかな。あ、いいじゃん、いる、来た。こんな感じでいいんじゃないの。こんな感じでいいんじゃないでしょうか。これで弱体 110%。さあここいるかな。速で弱体耐性で通常とかいうドンピシャはいますか。いません。攻撃が高いやつは誰か。あー、いや、ここはこうす、弱体のこう、あ、いいね、あったあった。これで感じでいいんじゃん。強楽ってちゃんと
今までももったいない。さあこれでイチゴの装備を整えれば、前回確認したらこれでね21秒でしたね。いやかなりいけんじゃないの今回は。転身、競争、死神霊圧30ないかな。はい、作ってないかな。ほら、アランカル無所属死神、よし来た。これ体力40なんで、もうここで筆を極みよ。あー、ノーカットでお届けできた。これで5だ。そしてここはどうすっかな。欲望にまみれてみようかな。ズンズンズン、ああうんうん、あルキアの方が高い。ただね、これね冷圧上がってないんですよね。なのでうん、541。攻撃なのあなた。いやーいやー、しゃあない。もうはんぺんね交換しまくっちゃったせいで交換できる余裕がない。いや行くか一回。前回も500あるから、ワンチャンチャレンジ。ダメー、負けた。じゃあこのまま行こう。宇野花さん、宇野花さん、あ順位上がってる。もうダメだ、俺のここが限界だ。こんな感じで、もうこれで
状態 105%。 いってみましょう。ファーストチャレンジ。始めるか。これまたノーカットで、まあそこそこいいんじゃん。20秒縮まったからね。もっといけると思うけどね。バンガスアイゼンも王越もまとい設置があるからいいんじゃないかなと思ったんだよね。あ、上には上がいるが、なかなかいいんじゃないのか。47秒はすげえな。宇野花さんはクール短縮なのもいいよね。始めるか。1秒だな、縮んでも。こんなもんだろ。改善策は、あー、いさね、いやーでもそうか、クール10についてくからこれでいいか。あともうルキアを上げるぐらいしか方法ないよな。ルキアとユルイチだったらルキアの冷圧高いのか。それはびっくりだな。出る幕ねえじゃんかこいつら。あげちゃおうかな。いっか、とりあえずこれで、やっぱはんぺんに冷圧つけなきゃダメだな。さあどうなる。始めるか。
あれちょっと縮まった。こんなもんだろ。もういった。43秒だった。やっぱ体力最大値が大正義か。ちょっと冷圧上げていくか。はい、というわけで、まあ、今回はやはりね、僕はバンガ最善を攻撃500つけてきたのが良かったかなと思います。明日以降も頑張ってきます。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。